13日水曜日のエキスタつまりがやってまいりました。水曜日担当の伊藤かな子です。よろしくお願いします。さあ今日のゲストを早速ご紹介したいと思います。スムルースの徳田健二さんです。よろしくお願いします。どうもご飯時に失礼しますありがとうございます。はいはいはい、ミュージシャンですありがとうございます、ご紹介していただいてミュージシャン、とっても明るいミュージシャンでいらっしゃいます。はい、関西で生まれました個性的 J ロックバンド、はい、スムルースのボーカルでいらっしゃるということで。ありがとうございます。ねえ、今ちょっとバンドの方は休止中なんですけども、はい、まあ、段階を終えてまたいつか、はい、バンド自体はまたお目にかかれるとは思うんですが、そうなんですね。ただ今ソロ活動真っ最中です。ねえ、でちょっとそのね、はい、スムルース時代も本当にすごい売れに売れた、はい、徳田さんなんですよ。ちょっとご紹介させてもらってもいいですか。よろしくお願いします。2003年ですね、インディーズにて、インディーズでですよ、サマーソニックに出演されて、はい、でも各社争奪戦の末に、キングレコードからメジャーデビューされまして、メジャーデビューのタイミングがね、もうお忘れになってませんでしたか。争奪だったっていう、はい、争奪の末、そんなのがプロフィールに載ってるんですメジャーデビューされて、はい、でもそこでももう大活躍の末に、今度はヤマハミュージック、コミュニケーションズに移籍された後も、はい、売れに売れね、もう人気の化粧品ブランドとね、コラボして曲を提供されたりとか、ね、はい、もう全国でワンマンでライブ回られたりとかされてきたわけですけども、はい、もう残念ながら今活動休止となってますけどもね。一旦ですよね、はいはい、世の中の休止っていろんな意味が今あるんですけど、はい、本当の休止なんで、はいはい、はい、で、ほんまに復活するっていう、復活前提ですね、はい、いや楽しみです、はい、で今はソロの活動をされてらっしゃるということなんですけど、はい、どういった活動されてらっしゃるんですか。これも今 CD 持ってきたんですけども、はい、音の発信だけは続けようと思ってまして、おうおう、その今回9曲、はい、作ってきて、はい、今ちょっとこう歌聞いてもらおうかなと思ってるところなんですけど、そうですよね、ソロ活動って、はい、そういうことですよね、ソロ活動って、はい、ねえ、そうですよね、まあ、ライブされたりとかも回られたりされてるんですか、はい、そうなんですよ、ライブはね、やっぱちょっと抑えめになってまして、はい、今は町おこしとか、はい、町をどういうふうに盛り上げていったら面白いかっていうことにちょっと力を入れてまして、なんか真面目なと言ったらあれですけど大人な活動ですよ、ね、いやいや、35ぐらい過ぎると、はい、だんだんなんか地域のことが気になり始める。いや素晴らしいことです、ね、はい、僕自身ももう結婚してるんで、はい、自分の娘が幼稚園行って、はい、なってきたら もっともっと地域の力って必要だなと思うようになりまして、はい、高槻でね、はい、今活動中なんですけども、うん、高槻魂っていう、はい、うん、1万4000人ぐらい、そうですよ、大人気の音楽イベント、はいはい、やっぱ長年培ってきたそのこう人脈といいますか、うん、たくさんのミュージシャンいるんで、はい、グランドカラーストーンっていうバンドの中野敦志くんっていうのがいるんですけど、はい、うん、その人とちょっと一緒に頑張ろうって言って、うん、以前ここにも出てきた門松くん、門松陽介くんとも、はいはい、一緒にやってですね、はい、高槻魂っていうイベント盛り上げて、街をちょっとこう活気づけようっていうとこに今はちょっと力向いてってるかな。こうミュージシャンだからこそできるっていうこの切り口からの街おこしっていうことですよね、はい、ですよ、すごいですね。でちょっとね、この CD に戻らさせてもらいましてね、はい、今回9曲入ってるということなんですけど、中身はどういった内容になってるんですか。まあ、先ほどテロップの方でロックバンドっていう風にご紹介いただいたんですけど、はいはい、そうですよね、ロックバンドはスムルースの方で、はい、ソロはちょっとだけ、ほどちょっとマイクが倒れちゃいました、失礼しました、はい、ソロ活動になった時はちょっとこう、はい、ポピュラーな感じに、うん、おとなしめと言いますか、お、はい、なるほど、ちょっとしっとり聴かせるような曲もあったり、言葉で伝えようかな、そういうことなんですねでちょっと私ずっと気になってたんですけど、このジャケットのね、はい、イラストがすっごい可愛くってそうですよね、ねえ、これ自分でデザインが、そうなんですよ、自分でやってるんですよ、ちょっとすごい才能お持ちじゃないですかすごいですねですか、イラストのデザインとかもされるんですか。あ、そうなんですよ、
こちらで、かわいいですね。はいはい。でなんかその他にもね、この CD のジャケットだけではなくて、今までのスムルーさんの、グッズとかも、はい、数々このデザインをされてきたわけなんですけど、はい、いや全部かわいいじゃないですか。いやめっちゃ好評ですよ。なんかどれもこれもね、そうですよね。ちびっこと女性が、いやそうですよね。ね、誰変えてんのって見て、はい、えらおっさん出てきたなみたいな。いやそんなことないですけど。ギャップがいいんちゃいますか。認めてるから、はい、そうなんですよ。ちょっとこの可愛らしいテイストのイラストで、はい、いいですね、なんかちょっとこのアーティストの、ライブとかに行った会場での、はい、この物販で、ちょっとこのそのなんていうんですかね、こうライブのタイトルが入ってたりとか、はいはい、なんか普段来たら好きな人は分かってもらえるけどみたいなものが多い中、これやと女性とかでも普段に取り入れたいな、持ち歩きたいなって、もうそういう風に言っていただけたら、思えるものがたくさんで、今度はまた年末までにまたお歳暮しますので、はい、ありがとうございます。お待ちしておりますので、ジェイコム宛てにお願いします。はい、この絵の才能はどこかでお勉強されたりとかしたんですか。あ、美術大学を一応出てるんですけど。そうなんですね。一応やってた。あ、そういうことですか。大学時代はもうほぼほぼ、はい、お父さんお母さんには悪いんですけどね、はい、まあ、ほぼほぼ音楽しかせずですね。いやねえ、先生卒業させてって言って卒業したタイプなんですいやでもそこでこの今のね、はい、音楽の能力が開花、才能が開花されたわけですから、はい、一個も無駄なことないですね。本当に無駄なことないです、ね、はい、必要だったことですから、でもこの絵の才能もお持ちで、はい、で歌もね、はい、歌われて、で曲もねえ、はい、作られたり作詞もですよね、はい、そうなんです。すごいですね。ああでも今ちょっと休止中っていうのもあるので、はい、ちょっとデザインの方に力入れようっていうのもあったんで、はい、一応デザイン会社の方も立ち上げてですね、はい、それを商店街でですね、はい、立ち上げたっていうのもあるので出ました、はい、そこで商店街会長も今やってまして、はい、商店街を盛り上げながら街を起こしていくって、やっぱそこに今すごいです、ね、向かってやってってる。デザイン会社の社長をやってらっしゃるギリギリで、いやすごいですねはい、ではですね、今日はこのアルバムの中から1曲をスタジオで披露いただけるということで、はい、いいですか。はい、はい、なんという曲を、いつまでもの道という曲を、このCD も入っております。はい、はい、それでは準備の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではですね、スムルースの徳田健二さんによります新しく発売されました CD1 から、今日はいつまでもの道を歌っていただきます。ではよろしくお願いします。車は狭い我が家、僕らを乗せて行きたい場所へ、窓開けたら風に触れて、いつかの記憶を撫でた。そこにはきっと待ってる人たち、そこにはもっと優しい未来。
とすごいあったかい曲で、こう日常のこのありがたみとか、はい、幸せとかをちょっと改めて感じましたね。ありがとうございます。いやなんかそのほんまに J ロックって聞いてたんでどんな雰囲気かなと思ってたんですけど、はい、すごい優しい気持ちになりました。ありがとうございます。はい、で今リリースされて発売中ということですので、はいはいはい、どういったところでこの CD 購入することできるんですか。今、流通より先に今発売してまして、はいはい、徳田賢治っていうサイトの中で、はいはい、オンライン、はい、発売って言ったんですかね、はい、をしておりますので、ネット通販ってことですね。ネット通販で購入いただけますので、はい、徳田賢治さんのお名前でインターネットで検索していただけたら、はい、この CD が出てくるということですね、はい、9曲入ってますから。9曲入っております。はい、で2000円と2000円。あら、アルバムで2000円ってなんかいいですね。お手頃価格ねえ。どういった方に聞いていただきたいですか。あ、もう世代がちょうど僕に、はい、いやでも本当みんな聞いてほしいんですけどね、はい、まあ、より家族に目が向いていってるで、一生懸命仕事も頑張ろう、はい、学生さんやったら一生懸命夢に回って頑張ろうっていう、うん、とにかく何かを頑張って、はい、くじけそうなギリギリの人に聞いてもらうと、後ろからピョッと背中をね、はい、押してあげれるような歌詞作りしてるんで嬉しいですね、はい、どうですか伊藤さん。私も買わせていただきます毎日聞かせていただきます通勤途中に、はい、ありがとうございます。これから北摂の中でも、はい、町おこしでも大活躍されると思いますの です、ね、ぜひさっきのこのね、位置のジャケットもそうですけど、うん、こういったイラストを見かけることがあれば、はい、そうですね、これもしかして、はい、徳田さんの絵なんとちゃうやろかっていう風に思っていただけたら、はい、皆さんね、嬉しいですよね。ありがとうございます、ね、では最後にご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、町おこしめっちゃやります。音楽を使っての町おこし、また豊中の方でもお目にかかることがありましたら幸いでございます。ありがとうございます。徳田さんなんか落語家さんみたいですね。ミュージシャンですミュージシャンですミュージシャンですJ ロックバンドのボーカルされてらっしゃいますスムルース、はい、そして今はソロで活躍されてらっしゃるということで、はい、またエキストにもぜひいらっしゃい、はい、ください。ありがとうございました。はい、徳田賢治さんでした。どうもありがとうございました。さようなら。